皆さんこんばんは。8月9日水曜日、時刻は夜9時を回りました。79.7メガヘルツ FM ギノアン毎週水曜夜9時は今週もフリームーンラジオの時間です。お相手は私ナルトラです。よろしくお願いします。そしてはいワンマンコでございます。ワンマンコ。えいえー、今日は語呂合わせで。はい。 野球の日なのに、テーマがうんざりかなと思いつつ、はい、ちょっとはてなマークです。エコザイロです。よろしくお願いします。オープニングからいきなり、いやいやいや、あとで聞こう。ねなんでかなって。いや、もう台風にうんざりしてたんですよ。了解。それだけしかないです。納得です。いや、らもう僕じゃなくて、エコさんが考える週であれば。 だったら多分ななってたからまあたまにはいいかなこういうのもねはいというわけでお待たせしましたさあそれでは、今週の素敵なゲストさんのご紹介ですこの方ですすみませんあのいい感じの自己紹介思いつかないんであの終わるまでにはやりますんで終わるまでには自己紹介しましょうねジャパナですもうちゃんとちゃんとしました大丈夫ですはい。 毎回直前に考えるんでね。ということでですね、あのー、皆さん、えー、先週はですねちょっと台風の影響でこの番組、暴風警報の真っただ中になってしまいましたので、うん、お休みさせていただきまして、その前の週、うん、誰が来てたかなというと、邪マラさんでしたね。そうなんと2回連続の出演ということになりました。 最高でしょ。いろんな告知が。来週も出るぞ。大丈夫です。あの、あなたですか。ちょっとでも、別に。もう、扉で声出してもいいです。はい。入っててき勝手に、のあい慮なと聞ってはい。あの、マイクジャックして、スポンサー権限で。はい。OK です。はい。ということで、よろしくお願いいたします。 さあ、オープニングトークですけど、僕でいいですか、いや、当然でしょ、ああ、いやいや、先週ね、なかったんで、エコさんも喋ることあるかなと思ったんで、いや…特に、いや、あの、あれ、ちょっと FM ゲノムの体制に対して、もう、あの、発電機の件ですね、もうこれ以上は、皆までは聞きませんけれども、来週に回しましょう、来週こそメールテーマはうんざりかもしれませんね。いや… 同じの持ってこようかなめんどくさいから。前回みんなね言えなうっぷん溜まってるんだろうで。はい同じテーマで。はいもう予告しときます今で。ははまあまたまた番組の終わりにいきましょう。はいさということでえっとまずじゃちょっとオープニングトークいきたいと思うんですけども、まあせっかくねあの先ほどちょっとちらっと野球去年の日ねコロナ禍でそんな日があったのでね今高校野球開催中じゃないですかねね。 だから、小学は金曜日第1試合予定では予定通り行けば。はいということで、多分金曜日皆さん、誰も仕事しないと思います。え、最日ですからね。ちょうどだから。仕事なのよだけど一応、予定次第では休む。僕はもう3連、まあちょっとね。 どうなるか、あの、そ、本当は、僕、の会社内地のボンに合わせて休むんで。あの、六連休なんですけど、<ー>もしかしたら、六連休か三連休に変わってしまうかもしれないんですけども。ん<ー>そんなことも十一日は休みです。<ー>ですんで。連休は確,定確定です。はい。まあ、そんな感じなので、ちょっと。野球見ながら、ラジオも聞きながら、もしかしたら。 あそっか東村行っちゃうかなっていう。ああ、いいですね。ラジオのイベントがあるんでね。ゲンチャリでか。リミッターカットしてやろうか。おすごい。うんか、ボーアップしてもいいよ、こっそり。そういうと、無免許になりますので。見ても分からないと。ということで。 でですねあのまあ僕の出身地の徳島の代表は今年徳島商業というあの昔で言うとあのバンドエイジですの僕はいはいはいあああの湯出玉子さん湯出玉子のはいね昔はあの高校野球の名選手でしたからあの人誰がいやバンドエイジか知ってるよ知ってるわあもうまたいつものようなこう突っ込みにまたハマってしまいましたねこれ無駄なラリーがいいですねはいはい。 まあそえー、であの今年久々に登場したんですけどあのちなみに僕の母校を決勝で破って出場しましたけどあえ惜しい惜しかったですあのー、で、あの愛工大名電ていう愛知県の代表は、うん、はい、はい 2> に2対1で勝ったんですよお<う>初戦突破、一足先にう愛工大名電って言ったらすっごいもう。 多分全国制覇したことのある有名チームですよ、愛知県の。イチローといえば早いでしょ。ああ、愛知の出身校ですね。ラントさんが、ル門さん怒ってるんだからねってこの人、愛知だから残念でした。うわー、ラントさん、やっちゃえ。俺がやっちゃえということで、まあ、だから本当に田舎の県立商業高校のチームと。 そんな有名私,立大私,立私学の高校との、ねうん、戦いだったのが、ね、勝つのがこれはまた痛快。安さん了解 <laughs> ど。愛知県からどうやって遠隔操作するでしょうか本当にいや <laughs> 俺がビビビって遠隔操作されるかも。<laughs> ついでにエンジンもやる <laughs> <laughs> 本当にもう皆さんねこぞってこぞってもうありがとうございます。ということで、えー、かねまた。 勝楽もね続いてくれることを願いたいと思いますね。もう台風の影響でまず行けるかどうかが怪しかったぐらいですからね。それを乗り越えて、うん、すごい、うん、ね。一回勝ったらまた勢いに乗ると思うので、ね、ぜひぜひ頑張ってほしいと思います。はい。あとあのー、まあ沖縄の祭りといえばエイサーですけどこの時期ね。うん、徳島では今日から阿波踊り。お あまあ今日からっていうか、<ー>あの各地で結構各地で行われるんで、あの僕の出身地のナルトが最初なんですよ。そこからまだ徳島市がまた週末からあって、また他の各地でもあるんですけど、あのなんとですね、この番組にも昔出ていただいたことのある龍之介近条さん、はいはいはい、なんとちょうど今ナルト市にいるそうです。聞いてますか？<laughs> 電話してみて。<laughs> <laughs> 電<話し>て <laughs> そんないきなりやることじゃないんですけど、多分今頃。 あのさあの踊りを見れる有料のスタンドっていう、うん、サジキっていうのがあるんですけど、川踊りには、多分そこで見てるんじゃないかなと今。渡り当たり <laughs>、うん あのちょっと突撃で電話してみようリュウキにどうぞ喜んで出ますよ喜んで出るよいや僕電話番号知らないですあじゃあ俺が電話してみようか LINE 電話でね開くよのアワードに楽しんでますかって本当に鳴らしてみようね途中で撮ったらもう儲けで ちょうど端末もつないでるのでアポなし電話やってみるのもいいですよね取ったらもうけでね取らんかったらしかないってミスジタンさんナルトラさんも負けずに辻で阿波りってきれいにしみましたね沖縄にもあるんですねあるんですね阿波りの文化が辻か松山かよく分かりませんけれどもあの辺りでええ どんなです。え、なるさん。いや、自分こういうとこ行った時ないんですよ。マジでね、楽しい踊りじゃないですかね。まあ、そのからちょっとね、あの、お金は。たんまりかかりますけれども、だから、自分、その分のお金もったいないんで、いつも酒に回してるんですよ。実は。はい、ということで、まあ、ね、あの、こんな感じで、今日もオープニングトークはこれくらいにしたいと思います。さあ、それでは、今日のメールテーマ発表したいと思います。今日のメールテーマ、こちらです。 ううんざりとということで、まあ、先週ね、ねあれだけ台風が猛威るいましたからうもううんざりだと思ってこのメールテーマを決めたんですけど確かこれメール送ったのが日曜日だったかな、確か月曜日だったかな、あの本当に台風、ね、もうギリギリのところでしたんで本当にうんざりしてましたけれども。も<ー>そうあの、ねね、先週は 今コメントでも頂いてますけどもリオチさんがねゲスト出演の予定だったんですけど予定だったのにね残念ながらまあちょうどね翌日あのヒーフーミさんの番組はねちょうど若干遠ざかってた頃だったんで出演されたんですけれどもでまたその後優断してきやがったねそうですよ土曜日ほんにね土曜日仕事したんだけどねはいはいはい諦めたようん無理ですよねあれね強かったあのー瓶がねはいはいはい あれだけ身の詰まった瓶がね、風でガスが入った瓶がね、リフトでガーッと上げたら、もろ風がらこれは無理だなって、2軒回って諦めて帰って、おとなしく、ちょうどだめかなと思ったら、のりさんから電話来て。 だめだな。<laughs> だから言ったでしょう。うみんなだめだなって。まあまあまあ上司みたいなのね。ねさんですかだから言ったでしょうってっ。<laughs> <laughs> おとなしく帰ろうつっ,っても。切り上げました。いやあの僕ももうね、先月から新しい会社勤めてますけど、うん、あのー。前半はそんなに。あんまり、まあまあ、ちょっと影響あったな。濡れてるなあぐらいだったんですけど。うんうん 後半で盛大には守りしましてあら商品がだいぶ濡れてましたね帰ってきてええ大変倉庫が倉庫が10万単位では被害あったんじゃないかなと少なく見積もってだけどラジエーターの部品だよなそうですそうですあっそうか商品として出さんといかんからな箱が箱が濡れただ あの中身びくともなくかったとしても箱が濡れたらだめなんだよね。ダメですねかあの梱包材がな、えー、水吸ったらだめな梱包材もあるからねそんなところがあるのでちょっと今、ね、いろいろ気にしてるところですそんな台風の影響とかで、ね、うんざりしたこんなことにうんざりしたっていうようなことがあればメールお待ちしております。<laughs> メールアドレスは この番組専用のアドレスです, m o ですこの番組は YouTube のツイキャスで映像と音声を同時ネット配信しています YouTube、ツイキャスそれぞれのトップページから FMGINO1 と検索していただくとチャンネルが出てきますのでそちらからご覧ください、はい、そして どちらもコメント欄があるんですけれども、この番組はツイキャスの方を常時見ております。えー、ぜひ、えー、コメントでね、突っ込みたいというあなたは、えー、ツイキャスでのコメントをお待ちしております。えー、またこの番組はですね、えー、公式 SNS を設けています。 X 最近、ようになりましたね、昔のツイッター。どっちが正しいのかいまだに分からない、でもまだツイッターにも投稿って画面に書いてありますまあツイカスは厳密に言うと全然関係ないところですから、直してないだ大手の曲でもね、X と言ったり、旧ツイッターと言ったり、まだまだね、まとまんないですね、ラントさん、ツイッターの取りね復活する方法、一応あるんですよ。みたいいですねはあの 後でやってみま,す、はい、まあそれと <laughs> あのインスタグラムでやっておりますのでぜひぜひあのその告知の方もフォローしてみてください、うんうん、この番組は穴町の鉄さんの運送会社です流南神奈川県北部といえば相模原相模原といえばそらしどおばさんそらしどおばさんの会社といえばコーズ土地エコザール様の運送会社です NS 配送浦添市仲間 浦添郵便局近くの弁当屋といえば吉屋弁当天ぷら店ある時はマンスリーゲストある時はバンドメンバーある時はイベンターある時は本屋さんその正体はラッパーのジャパンエコザイルさんのアグですアグと言ったらいじるよラジオネームギネスフリムンファミリーの提供でお送りいたしますそれでは CM ですはい、えー、その前に一言ですね、はい なんとさんメールに書いてください。ツイッターでは消,せることあの消したり割愛することができないので。はい、はい、ということです。じゃあ CM いきます。はい メガネに青いキャップちょい太めそんな泡ラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃいフリムンファミリーも待ってますフリムンラジオはい、フリムンラジオ ヘルツからお送りしていますさあこの時間はえツイキャスここまでに入っているコメントを読みたいと思います。今日のトップバッターは、いっくんさんです。こんばんは。<ー>高尾さん、こんばんは。ーズーム研修会が長引いてます<ー>ということでこれ審判の研修会でしょうかね。頑張ってください,、はい。ありがとうございます。いやもうその中でコメントをいただくなんてね、本当に恐縮です。<laughs> そしてヤキさん ナルトさん、エコさん、ジャパナさん、キャンチ、こんばんムーン。リオチさん、こんばんムーン。いっくんさんはジャパナさんにもこんばんムーンということで。そしてギネスさん、こんばんムーン。ジャパナさんもお疲れ様でお疲れ様です。そしてシプリームさん、おこんばんムーン。初見の小松デラックスです。何運んでるんでしょう小松。えっと、待ってよ。あったかな あ、今なんか探してますね。ちょっとこう。あ、うっすらなった。あ、ちょっとだけ。なってない。いや、なってます。なってます。うっす。あ、じゃ、遠くで。は対岸の爆発ぐらいの感じで。ああ、徐々に。片方だけ。はい。徐々に近づいてきますね。はい。はい。はい。徐々に近づいてくる。いや、もういいです。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  <laughs> そして、カ垣さん、皆さん、こんばんむーん。うん、そして、沖縄大好きさん、こんばんむーン、えー。ギネスさんから業務連絡、ナル門さん、来月分振り込んだよ。スポンサー様、ありがとうございます。<laughs> もう来月分ということで。もう仕事早。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> あそして、ミキさん、こんばんむー,んーんナルト門さん、んさっきは来てくれてありがとうということで。ミキさんあのーうん 夕方6時半からの番組の方えで先々週の金曜日にギドワンのパーソナリティ飲み会があってその時にちょうどライしてて初めてお会いしたんですよ。で本当は先週初めていつも県外からズーム放送するんですけど初めてギドワンのスタジオから生放送するはずだったのが台風で流れてしまったと。 とということでありがとうございます。こちらの番組でコメントいただきまして、いそしカーボーイさん、奈良田さん、えー、さん、フライングゆなちゃん、皆さん、こんばん、ワンワンワン、<laughs> タイム終わりましたね。そして、焼き鳥バンドの山と山田、こんばんはということで、<laughs> この言い方で合ってるのかちょっと分かんないですけど、ごめんなさい、ヤッポーさん、奈良田さん、えさん、チャパラさん、こんばん、ムーン、ありがとうございます。 そしてくっちーさん、TMR さんもこんばんもそして、ニセカベさんは福岡はいや屋内でしたが、あそっか、今日今、福岡、長崎に接近中ですね、<ー>台風6号。えー、ですね。<laughs> はい、台風でホークスの試合が中止になりましたということ、はい。といえば、今日はあれだね。 長崎原爆の日でもありますそうですね。はい11時ちょっと過ぎたぐらいね、2分はちょっと厳しかったんですけどね、ちょっと止まれるところを探して、黙祷だけはさせてもらったんですけどね。ははいいということで、ランドさん、こんばんは、ナ良トさん、エコさん、ジャパナさんということで、すそしてアッキーさん。 ついてないこと続きで自分にうんざりしてるということでああります。大丈夫ですよ。ナルトラがなんとかしてくれます。本当にもうね。本当そう。どんなことがあっても明るく放送しております。えランドさんえっとあ小学の相手が三重県のチームなんでランドさん隣の県ですね。でも小学応援するぞということでね。はい。んばれ。そしてヤンポさんナルトさん東野の通じエコパークに来てっていうことで。ああそうか。もしかしたらかもしれません。 僕はすみません、多分厳しいですそして先ほどのコメントでね怒ってるんだからねとかね、カーフボーイさん、徳島商業が破りました、愛工大名といえば、工藤、昔の西武、巨人のピッチャー、ソフトバンクの監督してましたけど、ねとイチローが有名人、それぐらいの有名な選手を輩出してるんですけどね。 徳島商業も、最近で言うと中日にいたあの川上健進とか、うん、あと最近、あの現役の選手でとオリックスの杉本<ー>ラオーって,言ってーー呼ばれてるあの選手が出身です、はい、はい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 、はい、なるほどねはいそして、水谷<い>さんこんばんはん。んはい、ありがとうございます、えー、このあたりはね、阿波オードルの先ほどのコメントに言って はい皆さん言ってますねシュプリームさん社畜時代徳島のホテルで大宴会をやった時、うんはい、余計で阿波踊り隊を読んだらとんでもない騒ぎになったでしょうねよでしょうね呼びましたねでしょうねこの人たちどこでも来たがるよ

料理あの演会して読んでください。はい、<laughs> そしてグレタマさんあバビオりなんなんでしょう。うグレタマさん、はい、できんでーす。<laughs> そしてカブオさんえー、っとうんざりか今年はでいごの嵐が先乱れたって言うから、うん、台風の当たりとしかもしれないでね。当たり年ですよ今年は。まだ七五しかできてないでしょ。うん、いつもだいたい二十五以上行くかそのうち沖縄に行く台風も。 あるだろうねとこのんあと一つ二つは来るんじゃないかなと思うけどう来てもらわないとだめなんですよまあね沖縄はねまあ,まあ被害は今回大きかったですけど、うん、あの例えば海の生き物たちにはねちょうどこう今回はこの台風でようやくたぶんサンゴはだいぶ復活し<ー>はいはいたね 小さいのがね、間素通りしてくれれば一番いいんだけど、そうです。宮古と沖縄の間を通るぐらいで、ちょっと海かけ回すぐらい海水、これぐらいで、これ以上いらない。そして、龍也さんという方は、お母様。ああ、俺の大ファンですよ。ああいい方くに、ありがとうございます。多分コメント初めてだと思います。LINE でも見るからよって、さっき LINE 来てて。 はい。あ <laughs> ありりががたいいですすねありがとうございますそんな竜也さん、アリの大群が出た、うんざりです。<laughs> 台風あるある。あアリ煮込めば美味しいと思いますよ。<laughs> <laughs> 酸っぱい酸っぱい。<laughs> 酸っぱいのか <laughs>、はい。そしてランドさん、台うん、沖縄の台風は自由の女神も飛ばす台風だって、うらさいの,のね。<じ> 昔から自由になりたいてえと言ってたんですよ。<laughs> 今回はんとようやく自由になれて。<laughs> あの58号線のぐすくまのところですもんね。ちなみにあの前原の付近ね、自分も通ったんですけどね、はい、洗濯機がちょっと脱走してたんですよ。<laughs> どこの家のか知らないですけど、<laughs> 洗濯機が脱走洗濯機脱走してあの前原の交差点で寝てたんで。<laughs> あのー 起こしちゃ悪いかなと思って、そのままにしておきました。近くにね、バーとかもあるので、はい、どっかで飲んでたんでしょうかね。<laughs> はい。多分飲んでたんじゃないかな。<laughs> 前の日な。のら、のらじゃないですかの。のら洗濯機だと思いますよ。<笑><笑>はい。そして、水地団さんは、まだ。ツイッターのままだそうです。はい。ああ、いいですね。えー、じゃ、一応戻す方法はあります。<laughs> はい、ええー、二次さん <laughs> あ。これ、S. N. S. 載ってましたね。バイクが電柱に引っかかっていたのが衝撃でしたと。うん あの多分15の夜を聞いたんだと思います。暴走しちゃったで、次、バイクもね、その気になってね、ちょっと登ったのはいいけど、降りられないって、はい、そして、今のアグーって言うと、皆さん、沖縄、本当では豚って、あれですけども、あくまで都の言葉なので、アグーっていいんですか。 うん、じゃ、ね、伸ばしたら怒るよ。ええ、ということですね。はい。アグ、とか、あの、ブーリア。はい。という、あの、どう、あの、友達をアグ。はい。え同、ー、窓、えー、なんかをブーリアと。はい、はい、はい。ということです、ね。はい、はい、勉強になります。そして、スプリームさんから突っ込みが来ています。ジャパラさん。 あハンあの、裏番組にかわいい子は出てるけど、ゲスト出演しなくて大丈夫って、ちょっと先、先上がりますね。お疲れ様でした。まだ間に合うかもしれませんね。えいやいやこっちが優先ですよ。ありがとうございますね。ギネスさんからのコメントで、アグは都の言葉で友達のことだよと言ってらっしますね。友達と仲のいい友達をアグ、グーとか言いますもんね。あ、まあ、それとも違うのかな。 本当に仲のいい友達なので、い、普通の友達はドス。こっちではドシとかドスとかって言っですよね。都はドス、普通の友達をドス、知り合いとか、友達ですね、ドスと言って、本当に親しい友達なんかをあぐ。はあ。はい。ミスジダンさん、そういえば成田さん、最近帽子かぶってないね、何かあったんということで。 ちょっと何かありました、帽子のかぶっていうのは自身のあわらわれというふうにご指導いただいた方がいらっしゃったので、そうまあさかなねこれだけちょっとあの…こうやって進んでるかちょっとチェックもできるしね、みんな。だけど、俺もハげても気にしないと思う、逆に堂々とどうぞと晒してると。 の方がいいぜありがとうございますちなみにシュプリームさんは嫁からこのアグーやろうと言われますこれは友達友達この多分このやろうどっちかまだどっちか分かんないですけどこっちの方だと思いますねまあまだ分かんないですはいはいえそしてペーターさんありがとうございますアグー ちょっと違うを考えてるんでしょうか。うということで、まあ、ツイキャスのコメントはこれぐらいにしたいと思います。さあこのあと CM を挟んでそれではまたジャパンさんからいろんな催し物のお知らせを発揮したいと思いますので、はい、お楽しみにいいということで CM です。 しろこにどはまりし。わちゃわちゃ騒がし一時間。それがフリームーンラジオです。フリームーンラジオ。 ということで、えー、今ですねジングルの間にジャパナさんが何かの動作をしているので、はい、いやいやフルート,ルート流的でしょフルートフルートフルート,フルートでしたエアフ,フ,フルートでした <laughs> はいエアフルートでありがとうございますちょっとクスっと来てしまいましたけど、ね、はい、はい、さあそれでは、えー、ジャパナさんの告知のコーナーでございますはいすー お告知のためにお金払ってるぜありがとうございます<笑><笑>あというわけでですね<っ>えとつい先日も実はこのイベント8月7日、パナの日っていうのがありまして、はい、これはもういい感じに見<っ>、ね、たいた、ね、県外ゲストさんも残念ながらもう台風で来れなくて残念だったんですけれどもあ、はい、まあまあ、すごいいいイベントでしたっていうご報告プラス、はい、まあこれからのイベントですね。えー 今週日曜日、今週日曜日、北谷町美浜でですねマルシェがございます。いたいですね。そうそうそう。<い>すちら、あ今日、あやばいな、今日。告知、うん、告知レベルが低い、今日 <laughs> 大丈夫です。あの今日はたっぷり時間がありますので。ちゅら、ちゅら、ちゅら、ちら、ちらマルシェみたいなやつ。<laughs> あって、僕ともう一人。 出演者いるんですけれども2ステージ、交代交代どっちが先やるか分かんないですけど3時ぐらいからやったりしますんでこれはもちろん無料で見れますんでマルシェ見ながら僕らの音楽聴きながら楽しんでくれたらいいなと思います3時ぐらいですねで僕はドラマーの小池さんと2人で立っている人と座っている人で出ますんでよろしくお願いします。 でですね、ちょっと離れまして、27!8、はい、月27日曜日ですね。はい、これ、あるテ崎山さんで、はいえー、ライブが。 ぜひジャパナさん、ジャパナさんじゃないな、ジャパナさん出てほしいということで、ですねジャパナさん出てほしいということで、ですね出演させていただきます。ジョニー・ライアーズの方とかも出ますんで、よかったら、かがりさんっていうね、キーボード弾き語りの泡盛かがり、お酒大好きな女性の方ですけど、いよかったら見に来てくださいっていうの これがちなみに夜ですか、昼ですか夜ですねまた改めてフライヤーとか画像をツイートとかインスタとかに流しますのでよかったらチェックしてみてください8月31日はジターヌ、沖縄市にありますジターヌというライブカフェでですね木曜日ですね8月31といえば有名な方の誕生日じゃないですかそれをお祝いしようということで有名な方誰 あ僕ですけど。お<ー> <laughs> <laughs> 有名だ確かに有名だ <laughs> はい。あのー、和製ケビンさんという方にですね、企画していただいてですね、うんはい、なんと、お誕生日イベント。お誕生日イベントっていうか、<ー>まあ、お誕生日だからどうっていうわけじゃなくて、普通にライブをするんですけれども、まあまあまあ、はい、あのー、テンション上がってやりますんで、よろしくお願いします。で、えー、っと、9月9日土曜日はですね、はい、あの、七瀬美奈さん、 ナナミン、通称ナナミン、アイドル歌手のナナミンがですね、沖縄市のジグザグっていうところでワンマンライブいたしますので、僕は宣伝隊長ということになっておりますので、宣伝隊長に任命されたので、みんな行けよ、俺も盛り上がるために行くからなということで、その七世皆さんつながりでですね、その週の、あ、ごめんなさね、9月11日の月曜日、チャーヤーっていう古民家カフェで、 あ<あ>この前、はい、ってのたですねそうそうそうま七瀬皆さん来るんだったらじゃあイベント開いてあげようかなということでですね、はい、イベント主催しております、はい、であと1組あのちょっと今声かけててあの調整していただいてる感じですね、はいはい、僕と七海とあともう1組っていう感じです一応決まった そうね9月前半ぐらいまでで止めときましょうかね、はい、あと2024年8月7日は、うん、あのパラの日ありますので、よろしくお願いします。あ<ー> <laughs> じゃあ、そのとぜひあの、はい、水曜日でなければあっ、水曜日です。 あえ、ごめんなさい、2025年の、<laughs> 2025年の8月7日は木曜日なんで大丈夫です。ああ<ー>、<ー>それまで生きてたら。生きてますよ。<ー>大丈夫ですよ。あのー、あ、じゃあ 死んでる可能性あるんで、先にチケット代もらっていいですか。逆に、ちょっと乱入しに行けたらなと思って。ぜひぜひ、タイムテーブルにここで乱入って書いてきますんで、よろしくお願いします。こんな感じかな、告知は。ありがとうございます。今、特に何か作ってるとかもないので、うん、楽しいね、毎日楽しいねって感じいやいやいや、日々充実してれば、本当に。 はい。いい話ですけれども。ということで、まあ、詳しくは、えジャパナさんの SNS。はい。えーと、X ですね。はい。まあ、SNS だから、全体だから大丈夫です。SNS って言ってしまいます。ああ、そうですね。はい。そちらの方で、もう、ジャパナと検索していただくと、はい。出てくる。出てくるぜ。はい。ということで、ぜひぜひ。はい。え確認をしてください。はい。最近、YouTube にあと、珍しくライブ動画を上げたんで、前回やったチャーヤーでの動画ですね。はい。僕が、 加藤芽さんっていう花本の女性とコラボしてるやつとさつきさんっていう三線引き三線にしたの方とコラボしてる動画が映ってますのでよかったら YouTube も見てみてください。はい、はい、お願いいお願たしますい、はい、ということでここのあたりでコメント続きを読みたいと思うんですけれどもどこまで読んだかな えー、ジャヤンポーさん、えー、ジャパナさん、今度は何作る、うん、そう、それ見たからさっきちょろちょ言ったんですけど、<笑><笑>今、何も作ってないですんで、そして、そのあと、ミスジダンさんとタカボさんがいろいろコメントしておりますけれども、ニセカミさんがさっきあの CM 前にあのジャパナさんがねあの、ジングルに合わせて、ね、やられてたのは、フルート。 が正解でした、うんはい、それに対して黒田山さんがじゃあ僕はフルーチェって何言ってるんでしょう、うん、フ,ルフルーチェのかき混ぜる音の SE とかないんですかかき <laughs>、えー、混ぜるのはないから <laughs> フルーチェあか一番近いですね <laughs> はいそしてと小さいな<っ>、うん、気のせいかなちょっとち気のせいです 僕らが大きいだけです僕らの声が大きいだけ僕らの存在感が大きいだけです。大丈夫ですそして、ヤッポさん、確かに俺のカレンダーにジャパンさんの誕生日って書かれてる。おお、細かくチェックされてますね。あの対案とか書いてあるようなのと流れでジャパンの誕生日って書いてありますからね、細かく書いてあるカレンダーには最初から印刷されてますから。ねあななるほど残念がらこれ ここにカレンダーがないんで、この手帳にはああ載ってないですねちょっとはい手書きで手書きで手書きで全然いいですよ後で自分の大きな手帳もお渡しするのでお願いしますはい、書き込んでてもらえればはい。ただ見ないんですよね、ほとんど書き込むだけで俺はい。そしてはいチェッカーズの息子さんこんばんはこんばんははい かカブボーイさん、あの8月7日、来年水曜日なのって、そう、ウルウドシです、2024年、ウルウドシなんで、でね、ずれます。そうですね、はいはいはい、ということで、来、えー、年ずれるんだよね、だから水曜日になってしまう、ねえー。でも僕、知らなくて、この来年の同じ日が、なんすか、1個前の曜日になるんですか,、はい、か曜日になるんだだけどと 2個ずれる全然知らないし納得もいってないんですよなんで1個ずれそんな綺麗になるのって僕は納得いってないですよあ6 5で計算したらやだ7終わったらってあとでちょっと調べてみますみんな知ってるからちょっとえっと思っていやいや毎年ずれてって4年に一度2個ずれるそういうのをみんな知ってるのびっくりして僕知らなかったんでみんなすごいなと思って。 結構常識ですかイメージしとかないとわからないですよ。かに自分は、あの、小学の終わりぐらいからかなんか、気づいてました。すごいですね。ね、なんとなく、こういうのは。水ら、ミズジダンさんも、私も知らなかったそうそうそう。まあ、生活の中にね、たまたま流れてくるかないかですよね。あの、なんか、そういう、いろんなものをずっと見るのが、小さい頃好き。はい。だから、あの、小さい時は、あの、 わわけ分からんのに本とか読んでたんだけどそれが漫画にハマってしまってからが漫画ずっと読んでるああ<ー>どっから知識って入るとかわからないですからねそう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 いう,、ね、うそう,そ,う、えー、そんなチェッカーズ・ムソさんがですねすべ、うん、ての SNS の名称が鳥からハイボールになればいいと思いますああこれ <laughs> 賛成 <laughs> ある意味賛成かなじゃあ島にはならんかな僕の鳥からハイボールチェックしてねじゃあインスタは島でいきましょうかインスタは島だけどインスタほとんどやらないのよね僕ねもうねはい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 はのはい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 いは いいね。はい。ただというはず自分がのも好きやし。渋いな。ね。で。じゃあ、僕が聞くのつゆとかね。おのおの自分が好きなつけのメーカーを見ててだただ発表してるだけそれがもう着信用になって。え、チェッカーズのさ、田中は同じこと思ってた。 で、次いつの向かって。あ、チェッカーズじゃ、チェッカズのぞうさんは、じゃ、あまさひろで。もう、自分の好きなね、銘柄を。銘柄でね、続いてる、続いてる。いいね、ティエマルさん、残パ好きなのね。オッケー。え、水木さん、え、えこさん。青森のシーエム狙ってる。あ来ないよ、こんなおっさんいるな。 来たらもう喜んでやるよぜひぜひぜひはいそしてグレタマさんはまたひねってサントリーってこれはウイスキーでいくでしょうかサントリーっていえばウイスキーだからね何ちってもねはいそんな中でシプリームさんまたこれちょっと案件きましたよ SNS は「ムレムレ玉袋」って名前でもいいなあできんです何してるんでしょうえっとミサイルもち ですからね、いやー、ね、ーもう花火大会もね、延期になったり中止になったりしたね、街も多いことでしょう、この台風でね、そんな代わりに花火が飛んでいきました、うん、花火お <laughs> ちゃんと用意してるんですね、やずやー, <laughs> ー、違うな、<笑><笑>えー、違うな、それは通信販売の、ね、健康食品ですよね。<laughs> はい、はいねはい 沖縄だったらもう面白いもうちょっと面白いやをつけないとダメ出しダメだしされました頑張りますせめてやずやとかねやずやの沖縄ヤズヤ食べるじゃないですか明太子いとしてるあ山屋じゃ山屋じゃあ山屋かごめんなさい今日みんなダメだなめっちゃ近くの総産さらいま間違えたんで自分ちょっともう今日この辺であはいえ 菊之串の最近出た銘柄、明かりまだ飲めてないということで最近ね割り剤専用の泡盛みたいなものを実は明かり具志堅夏まつりということで緊張でやったイベントでて初めて飲んだんですよ今まで菊之串飲めない正直言ってすみません菊之串飲むと1時間も持たずにちょっとマーライオンしに行ってたんですええ 合わない。はいはいはい。明かり美味しかったです。ああ。直接反応も起きなかったです。そう。何せあのまあキクあのただキックノツイがスポンサーさんだったんでね。はいはいはい。えしかもキックノツイのお歴キの方々もいましたからそのまあそれに僕あの一時間だけいたんですよ。一二一時間二時間三時間であって。うん。はい一時間だけいたんですけどその時もすでに来てましたんで。ね。 ちなみにしっかり挨拶してからね、あのこっちの営業部長のね、下文さんだった、なんだかな、下文字龍生さんだったと思います。はい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 、ちゃっかり連絡先も交換してきてね。はい、いつ呼ぼうかな。いいですねいいですね。だけど正直本当、正直に言いました。菊のついのお偉い人のいる前で自分タラガ派ですと発言しました。あの正直にこんなこんなで菊のつい飲めなかった。 けどこれ飲めてすみませんマらへもしてないっこれも喜んでま貴重なお客様からの声なので聞きたかったはず喜んでるはずですよもう、まあ、はっきり教えてこれなかったんですけどねまるっきりちょっと作り方変えたらしいんですねははいい、なので変な臭みがなくて番人向けのははいい、割り剤としてなるほど はい、はい、いいお酒ができたと喜んでました。はい、で、はい、かつおさん続けていきます。うん、あの、僕と、多分、ジャパナさん、お二人とも襟つ、襟付き眼鏡。うん。いいね、ということで。<laughs> はい。ああ。だけど、中身は変なおっさん二人ですよ。<laughs> <laughs> まあ可愛らしいのよとかね、もう本当にありがとうございます、もう本当に。ちょっと機嫌が悪くなってきたん違うか、えりなしラがんの人も褒めてあげてください、本当です。T‐MARUS さんは、先ほどの菊之津あかりの CM キャラクターが、んってそうそうそう、ああ、前々さんも連絡先とか、普通に SNS でつながったしね。はははいいいあの 昔はアイドルやってたんですけど、てるよ見たら、ああ、面影あるなと思ったら、全然成長してないんだよな。で、今は、一回東京行って戻ってきてからは、オリジンに所属してるんですよだからアイドルじゃなくて、タレントとして、タレントだよね。はいはいはい。じゃあ、あとで、なるとら、おじンに連絡しておいてくださいね、交渉ね。 ギャラはないですけどいいですかって、ちょっとそこから、ね、いろいろとね、狙っていかないといけないですね、本当ね、はい。水スさんもコメントいただいてますね。あでもこれは CM 共演というよりは、まずフリムーンに出てもらうというところから、狙っすああね、俺なんか今、CM 出たら、の多分やばいと思う。はい、没になると思うんで。 全部カットされてそこは大人がうまくやりますよ無理だと思うよはい、そんなチェッカーズ無双さんコメントいただいてますえ、今日はぶっこんでもいいですかあ、もう全然いいですよエコさんはエコさんだからその位置にいてくれるだけで安心するありがとうどの位置にどの位置ねこのちっちゃい四角じゃあたまに消してみようかなえ、悲しむ人がいますよ

高校の時元から奪い合ったバチバチのやつ名前だねいやじゃあごめん明かりと戦ってたんですねあの前々に言っときますこれキャラでしょエピソードじゃあちょっとここで今日のメールテーマうんざりいきたいと思います来きてるきてますありがとうございますやんぽうさんうんざりした経験がありません お客様の朝礼の校長の挨拶が嫌と思う人もいると思いますけれどこれ僕嫌でしたねこれ俺も嫌だったねあの絶対貧血で倒れるのが何名かいたよあとまあ徳島時代のあの会社の社長の言葉もなかったですね朝礼聞いてますかね、聞いてないかな聞いてますかナルトラ名前出してねエッするなちょっと待ってくださいよ誰と言わんもうもうその社長今辞められてますからねどこの…だから やめれてるんだと大丈夫さ俺は注意3万でしたから、うん、まともに校長の挨拶なんて聞くはずもないので<ー>うんざりするはずがありませんだよね <laughs>、えー、多分四本足で四足歩行して散歩で出てたぐらいだからね <laughs> そういう人なんですよ <laughs> 正直勝手に、ね、どんな時にうんざりするかが分かりません、うん、もしかしししかててうんざりりないタイプだったりして うんざりとは縁のない俺ですということでありがとうございますそのままでいてくださいいつでも長話の隙間やね四足歩行してねちょっと本当に俺知らないはい続いていきましょう高本さんですありがとうございます今女子ワールドカップサッカーの開催中今多分日本予選リーグ突破して決勝 トーナメント次が1回戦かなと確か思うんですけどテレビで放送されてないですよねだから日本の試合は日本やってるんですよただ男子のワールドカップと違って日本以外の試合ははいい高ゴさん審判されてるんでサッカだからやっぱり見たいんでしょうねだから配信でも全然やってないと。ははいい その男子との扱いの違いですね。あ,あ、あ<ー>これカープスありがとうございます。もう一回戦勝ったんですね。<あ>ごめんなさい。すごいね、ベストエイトか。まあ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 れね、ねあのね女子は一回優勝してますから、世界一になってますから。うんうん、ね、うん。だけど目指す日本はそういうのがダメなのよ。ソフトボールにしてもなんか日本のスポーツに関することはなんかちょっとでもね。 開けてくれればいいのに、ああ、ごめんなさい、高岡さん、ネットでは見られそうです、失礼しました。ああ、だから、ネットだけじゃなくてさ、みんながね、見れるように、せめて10分、15分ぐらいでも、まとめてでもいいからあそうですね。そういうのやってくれればいいのにね、ね、と思ってますよ、鈴鹿の八代も前やってたのに、やりそうですよ、鈴鹿の8今年ねあね、8時間ずっとやってましたから、BS で。ね 俺らの時 NHK でもやってたのよ <laughs> NHK でもちょっと全部じゃないけどちょっとだけやってたのよ、うん、しゃあないな <laughs> 俺がテレビを変えるか <laughs> 今も全然やってくれないしはい、はい、で、昔は NHK でもあの特集で1時間ぐらい終わってから編集しててもう今ないのよはははいはい、はい鈴鹿のは代。はい

バイクと箱車は好きなんですけどね、のツーリングカーは自分は好きなんですけどあ僕も最近ちょっとに輪見るようになったんですけど、あとはフォーミュラカーっていって、箱じゃない、むき出しのレースカーのレースが好きなすねナルトラはバリバリデンスから始めようか、今、無料漫画で見られます、全話ババリリリ ええ、す、という、あの、バイクの、サンタですけど。ええ、古いやつですか。古いやつです。自分が中学ぐらいの時から、やってるやつなんで。全巻持ってたんですけど、前の嫁さんに捨てられました。ブち切れました。あの、しかも、第一周だよ。初版。ああ、はい。前日。七巻、八巻かな、全部集めてたのに。前の嫁に捨てられました。 初版だからもう価値あるのいもうこれ入れつきますあもうイライラしてきたはいえじゅさんじじゅさん遅れましたこんばんみーと言っありがとうございますそしてミスジなさんうんざりか抜いても抜いても生えてくる鼻毛にはうんざりするよね髪の毛もそれくらいたくましく生えてきたらいいのにねナルトラさんということでねナルトラさんね本ほんとに自分どっちもねたくますぎてねですよね羨ましいですよほんとにじゃあ行くたびね あの…ちょっとすきばさみを入れられるという、くたびに、ちょっと量が、おいね、スポーね、お任せしますって、あっ、そして、えっと…ミキさん、どっちも音がたまらんです、種類違うけど、劇感エリア、必ず行ってって、最近、鈴鹿の劇感エリアっていって、こう…間近に見れるエリアがあるんですよ、こう立ってみるエリア。立ってる 多分、カシオ・タロれトライアングルあたりか、違うちょっと場所は僕も行ったことないので分からないですけどね。多分、いかデグナかスプーンでしょ。そういうあたりだったと思います。多分、そこら辺しかないでしょ。最終の近くのカシオはいあそこら辺でしょ。え試験ですね。はいえっと、最近、ミスジさん、最近耳毛がたくましくなって、ミスジ困っちゃうということで。耳毛は大丈夫ですよ。抜けますよ。いくらでもって。はい そっかチッカーズムソうさん、サッカー、あそうですね今週もね琉球試合ホームでありますね。はい行かれるかもしれませんね。ありがとうございます。はいじゃあもう一つメール来てますので、いきたいと思います。えっと、ティ n クルちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。テーマうんざり。今回の台風、一度停電して電気ついて、次の日に停電したところもあったみたいで、うんざりしました。大きい台風って嫌ですね。ということで。まあ、台風はね、本当に。 ジャパンさんのところは停電しませんでした一応大丈夫でしたのところは僕のところも大丈夫だったんですよ4年か5年前に来た台風で丸一日停電してちゃんと水とかの準備をしてあったんですけどり沖縄電力のネットの停電状況とか見てたら自分のいるエリアの隣の地区もう一つ隣の地区が 停電発生してて、これやばいな、ちょっと停電発生するかなと思ったんですけど、無事に停電なかったので、それは幸いだということで、ちゃんとね、でも準備するの大事ですよ、ね発電機。ねえ、結構今売ってますよね、電化製品店行くと。発電機というか、あれがありますバッテリーが売ってますよね。蓄電池というのかな、貯めておくやつ。何て言ったらいいのかな、あれ。何でしょうね。名前あるんだけどパワフル

思いつくあれ売り上げみんなでこれを機にみんな買ったかもしれないですね。買ってカープゴジさんキャンさんが持ってるんじゃないって言ってたんですけどキャンさんのキャンのはあるよたまにビーチパーティー僕らフリーブースやってるその時に借りさせてもらうんですけどパソコンは使えるぐらい。 携帯の充電とかは十分オッケーだからポータブル電源基本的にちょっと小さい冷蔵庫を動かすぐらいの大きさまでしかないのよ、えー、それでもう何十万するのよそう,うんするみたいですね、はいうん、で手もっ、まあ、3万前後のやつはもうちょっと小物家電ちょっとだけ使えたらいいい,か、ねねはいはねはは、はい、まあ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 ,、まあ、まあそれだけでもいいと思うんだけど、はい、はいはい、はいはいまあ、そんな感じですね,ね<ー>、はい ということで、皆さん、コメントもたくさんありがとうございました。さあ、それでは、来週のメールテーマ。はい。なんだ。いや、面倒くさいねんで、持ち込み、持ち越しで。あの、先週のやつを。あ。アウト。セーフ。はいはい。ということで。これ、持ち越しでいいんじゃないかな、多分、みんな、い、言いたいと思うから。さネタをね、考えてたかもしれない。はい。そうそう、なので、ちょっと、潰すの悪いので、機会をね。はい。はい。はい。 チェッカーズ武ソさん早速ね良いの良い野球だしってこと。ムソ負けたよ。抜いてごら抜いてこら。そんな発言を最後にしたところでそろそろ終わりでございます。そろそろってことは終わらない可能性もありますか。いやいやいやもう強制的に終わっかりました。終わりますねあと50秒ほど。 えー、チェッカーズマさん。だ何から脱ぐ肉自慢かという <laughs> それでいいよって。<笑><笑>はい。さあ、ということで、ジャパラさんには、<ー>えー、また次回9月、<ん>えー、9月の最終週に、えー、お呼びしたいと思いますので。でね、は,いはい。 ぜひぜひあの9月ちょっとねまた時間空きますけれども9月27日にジャパンさんまたお伺いしますのでよろしくお願いいたしますして龍ュ近所に電話してないとどうそれしてた僕も今思い出しました僕も思い出しましたまあ楽しんでんでしょ楽しめたからいいでしょうということでフリムラジオを開いて私ナルトラでした小ゼルでしたそしてジャパナでしたではまた来週ですありがとうございました ド忘れ集団。<laughs> <laughs>